今回の大会にご招待した選手たちなんですが、私が月刊釣り人臨時増刊で鮎釣り85というのを出したんですね。それは83年から準備をして85を出したんですが、その時は本当こんな薄い本で、まあこんなのよく出すねっていう本だったんですが、それが次の年、その次の年、なんとこれはですね87年ですが、もうこの号になるともう広告がいっぱい入ってですね、でもういろんな大会のレポートをたくさん、しました。でこの中に出てくる人たちが今回お呼びした人たちのメインの方々なんですね。でまあ最高齢はこの、村田満さんで、まあ主に団塊の世代が中心ですが、70歳の若造っていうのが伊藤正弘さんとか、福田信也さんとか、から高松重治さん、もう大名人ですが、そういう方々が一番若手で、参加してくれます。村田満さんから紹介しましょう。村田満さんは、ご存知のように帝王と言われた、方で、御年85歳、今回最高齢ですね。もうありとあらゆる大会で活躍してますので、今回も大いに期待をしたいと思います。まあ、現場での声を楽しみにしていただきたいと思います。野島玉造さん、あんまり大会に出なかったんですが、ある事情で G 杯に出て、九頭竜川の大会で2時間で88匹という、これは今でも記録は破られてない。で、球磨川の激流で尺合いを抜くという、釣りを見せてですね、で球磨川の、魅力を全国に発信したという人ですね。今回ちょっと水の中首まで浸かるっていうのはポイントがないですが、楽しみに、どんな釣りするか楽しみです。小寺太志さん、まあ中部地方は大体あの昔はですね、鮎釣り後進国と言われてたところなんですが、鈴子さんが紹介をして小寺さんが登場して、もうさまざまな大会で活躍をして、なんと現在も、今は74歳のはずですが、いまだに長良川だとかその他混ぜ川とかで開催される大会で、若い人、今の現役の若い人たちと丁々発止と戦ってるっていう、いまだに現役の、元気な人です。伊藤正弘さん、伊藤さんはですね、各メーカーさんの大会、最初はオリンピックというメーカーさんの大会だったんですが、それから島田さん、大和さんで、いろんな大会の表彰台に立ったが伊藤正弘なんで、いまだに、スキーの競技を冬やって、それ以外の時はラジコンをやってとかですね、いろんなことやってる人で、いまだに伊藤さんも若い人と混じって、競技をやってます。マスターズの競技委員長をやってるんですが、予選から出て決勝まで行くぞという意気込みのを持ってる人です。天野勝利さん、まあいろんな釣り、天から釣りだとかなんかいろんな釣りをやる方で、渓流釣りは何でもやるんですが、鮎釣りも、まあいろんな人の釣りを総合して自分のものにするという非常に珍しい、釣り方をする人で、今回もまだまだ現役でやるぞという方です。林淳二さん、昔胴締めという仕掛けが昔中部地方では非常に盛んに使われてたんですが、もうそれはもう古い釣りだということで、みんなもう大会の時もですね、私その現場にいたんですが、まあ胴締めなんかもう古い釣りだからって言ってたんですが、なんと林さんはそれで勝ち上がって、全国大会まで行って、その後もずっと活躍をされて、今も九頭竜川に夏はほとんど九頭竜川に入り浸って、漁師さんのような生活をしています。室田忠さん、この人は京都の R フィッシングの会長をずっとおやりになってたんですが、一番有名なのはスパイラル長鳳という、おとりがこう泳いでって鼻を上げるとくるっと回るということで、話題になったんですが、実はこれ非常に難しい釣りで、おとりの元気度とか水深だとか水の勢いとかっていろんなのがあって、そう簡単にできるもんじゃないんですが、
いろんなところで活躍して釣りまくるもんだから、それを真似する人が増えてですね、俺は何回スマイルかけたとかいろんなことがいっぱいいました。ただしかしそれは非常に難しい釣りで、かなりいろんな人の頭を惑わせたのが、スパイラル釣法で、いまだに俺はこれをやってるよっていうふうに、アユの別冊ですね、でそんな話をしてくれました。安江正達さんはこの人も、まあ自分の川白川っていう川であんまり大きな川じゃないんですが、そこでもやっぱり林さんと同じように同締めをやるんですが、かなりのお年まで、今でもそうかもしれないですね、いろんな大会のに参加されててですね、好成績を、収めています。ですから山本八郎さん、これも四国の、天才と言われる人で、グレ釣りからチヌ釣りからキス釣りとかハエ釣りとかもういろんな何やってもうまい人で、はっちゃんの印象はですね、一回、何の大会だか覚えてないんですが、マセ川で寝掛かりしたんですね。そしたらベストを脱いでですね、でタイツとの間に石を詰めて、それで潜って寝掛かり外してきたという、もう本当にカッパのような人で、今でもお元気で、います。吉川昌司さん、吉川さんは、セバレ X 釣法という、釣り方を編み出した人で、重りの釣りは上流に引く、で背張りは上から落としていく釣りっていうのを提唱されたんですね。それでまあいろんな大会で活躍しましたんで、今回はまたそのま長年会ってないんですが、今回そういう仕掛けでまたやるのかどうか楽しみです。平井寛治さん、この人もグレ釣りから、アイ釣り、もちろんいろんな釣りをされる人なんですが、ものすごくストイックな人で、体力がなきゃダメだと、70過ぎてもまだサッカーの、クラブチームで活躍してたという人で、ついこの前ちょっと体調悪くしたって言ってますが、今回また元気な姿を見せてくれると思います。金沢茂臣さん、この人はですね、多分村田さんの次に、お年だと思います。で、背張りを使うんですが、その背張りの打ち方でどっちに鮎をおとり泳がせる細かいことをされるんですね。それでまあ地元っていうか相模川がとか中津川が地元なんですが、そこで時々拝見しますが、見事な、釣りを、静かな釣りをされます。で、GFG のチャンピオンだとかいろんなタイトルをもちろん持ってる。ただ高松重治さん、この人はね、チャラ松と言われて狩野川の、名人さんですが、浅いところでも、例えばチャラチャラのとこでもガンガン乗せでも規模が違うだけで全部同じだっていうことを高松さんから教えられたことがあります。というのは背型であるとか背尻であるとかって、それをどんな小さなところでも大きな川でも同じだという話で、で、ご本人あんまりね目が良くないって言ってました。ですから、あんまり遠くにおとりを泳がしたりってことをしないで、本当に近いところをじっくり釣るという、それはもう見事なもんですね。で、実は体の大きい人で、もともと空手をやってたという方で、体力自慢でもありまして、実はチャラマツとか言われてますけど、実は大きな川で、胸まで使ってやる、でもう流れながら釣るっていうことももちろん何回か見てます。今回は長良川どう釣るか楽しみです。福田信也さん、これは奈良の人で、放置の名人、オーナーカップ取って放置の名人を2回やって、G 杯はなんと3回も勝っていると、まずそういう、こうビッグタイトルの保有者としてはもう飛び抜けてるのは福田さんですね。でもちろん2位3位はすごい限りなく数はありますが、で釣り方としてはあんまり特別なことは、おやりにはなりませんが、常に新しいものには神経がいっててですね、今はプロのラインを1メーターぐらい使って、あとは金属とか符号でやるっていう、また新しい釣り方を編み出してますんで、これまた現場で詳しく聞いてみたいと思っております。70歳以上のレジェンドをざっと紹介させていただきましたが、70歳以上、まあ中に80歳以上の方もいらっしゃいますが、いまだに現役で鮎釣りをやってる、中にはもう実際若い人とトーナメントで参加しちゃうっていう人もいる。この人たちがどんな釣り方するか、
いわゆる相次ぎの全盛期を作った人たちなんですよね。1980年代90年代のもう一番鮎が釣れて新しい道具がどんどん出てくる、糸が出る、針が出る、竿も軽くなって強くなるという時代を過ごしてきた人たちで、現代の釣りのほとんど基本形はこの人たちが作ったものだというふうに思います。今このお年になってどんな釣りをするか、非常に楽しみです。ぜひ皆さん長良川に見に来てください。